ロンロン和装チャンネルへようこそ。総支配人のロンロンです。先日ですね、ちょっとドーム行った帰りに、イオンですね、ドーム前のイオン、あれなんていうんだったかな、名古屋ドーム前イオンかっていう名前だったかな、うん、そこに行ってきたんですね。でね、そしたらそこに、3階でしたか ねすごいもんができてました。野球道具専門店というか、まあ野球道具もあります。グラブ、バット、スパイクプラス、こう大リーグのユニフォームだとかキャップだとか、そういうのもありました。まあだから、まあああいう、もう野球関連グッズっていう言い方でもいいかもしれないですね。もう全部一通りあるような感じのお店がありました。でね、それどこかっていうと、どこかっていう、どこはさっき言いましたね。どういう名前かっていうと、ベースボールフィールド、トゥーフューチャーっていう名前です。ちょっと止まりましたけども、はい、すいません。確認してました。はい、ベースボールフィールド、トゥーフューチャーっていうところですね。そういう名前の、ところになります。3階のね、エスカレーター、まあエスカレーターいっぱいあるんですけど、エレベーター、エスカレーターですね。エスカレーターいっぱいあるんですけども、エスカレーターのいっぱいある中の1個、上がったすぐのところです。で、前にね、店の前にね、バッティングケージがあって、まあ、そこで、まあ、シミュレーションプラス、実物が、実際のボールが飛んでくるのバッティングができますんで、ちょっとまあ開店すぐだったんで非常に人が多かったんで、何とももう見るだけで精一杯でしたけども、もうちょっと空けばね、お子さんとか行かれてね、1回結構1回500円やったら600円やったら、まあ、うん、何球かで20球だったかなかなんかで、500円か600円でしたんで、またね、そういうのもね面白いかなと思うんでね、遊びとしてね、例えばデーゲーム、まあ、ナイトゲームだとちょっとしんどいかなと思うんですけど、デーゲーム終わって、終わると5時とかね、5時半ぐらいになるんで、それ終わって、じゃあそのままそういうとこ行ってね、その野球の興奮冷めやらぬうちにちょっと2、3打ってみようかなとかね、そういうのもありかなと思ってます。なかなかね、いい企画だなと思って見てましたんで、私もなんか1回ぐらいはどっかで打ってみたいなと思うんですけど、なかなかね、もう年食ってくると体動きませんので、はい、打つのも大変な話なんで、はい、頑張り皆さんの迷惑にならないようにしたいと思いますんで、はい、そういう感じでね、これはね、国内最大級で、大型野球専門店ということで、まあいろんなね、またちょっとあれ挟んどきますけども、はい、いろいろとありましたので、一回見ていただけると楽しいかなと思いますので、一度ご覧くださいって感じですね。はい、今日のところはこんなところで、ベースボールトゥーフューチャー、あー、そうですね、合ってますよね、合ってますよね、確認しますよ、そうですね、ベースボールフィールドトゥーフューチャーというところを、ご紹介させていただきました。面白いなと思えばですね、チャンネル登録、いいねボタン、フォローお願いしたいと思います。またね、なんかあればね、どこどこ行ってきてみたいな話もね、やりますし、また着物のこともね、ちょっとずつやって、また季節変わってきますんで、ちょっとずつやっていきたいかなと思いますんで、よろしくお願いします。またね、バイバイ。